弓。弓は、しなやかな竹や木に弦をかけ、その弾力を利用して、矢を飛ばす武器。オーストラリア、タスマニア原住民を除いて広く、世界に分布し、その起源は中石器時代に遡る。構造による分類としては、一本の木や竹で作った、丸木弓と木と竹、または動物の剣などを貼り合わせた複合弓に大別される。 素朴な丸木弓は、主として、ヨーロッパ、東南アジア、アフリカ、オセアニア、アメリカインディアンに見られる。丸木弓より、はるかに強力な弓幹ミミを、シラカンバの皮や漆で固めた良質な複合弓は、アシリア、古代エジプト、古代中国、北東アジア、中央アジアに多く見られた。弓強の長さによる分類としては、長級と短級、ロング棒、 ショート棒に分けられるが、一般に、ユーラシア大陸は単球、それ以外の地域は、長球が多い。日本の弓は、三国志の儀式和人伝も記しているように長球で七尺前後、弓幹の中央より下を、握りの位置とするのが特徴である。すでに縄文時代に漆を塗った複合弓と、丸木弓とが併用され、矢尻には主に黒曜石を使っていた。 竹と木を接着するには、ニベという二皮質のものを用いた。木弓でも破損を防ぐため、糖や白革の皮を巻いたが、複合弓は、木弓よりも裂けやすく、湿度や温度の影響を受けやすいので、浅い糸で先段巻きに巻き込めて、漆塗りにした塗り弓が普通であった。この黒い漆塗りの上に、さらに装飾を兼ねて白い細割りの糖を細かな、間隔で巻いたものが有名な、糖の弓。 しげ道の弓である。その種類は多彩で、握りより上を荒く巻いた、本しげ道、逆に下を荒く巻いた、裏しげ道、二箇所、または三箇所ずつ塔を寄せて巻いた二書、二所、しげ道、三所道などがある。塗り込め道は、この塔の上にさらに漆を塗ったもので修漆をかけたものを、笛道という。元は古くは絡むし、中世からは浅い塔を寄ったものを持ち、漆役すね。 松屋にと油を煮込んで練り合わせたものを塗った。弓具には矢を蛍光する容器、指を包む湯がけ、弦を入れて蛍光する、鶴巻、弦袋などがある。矢の容器は古くは埴輪に見られる、弓、奈良時代には、コロク、平安時代末には、ウツボができた。これはウを防ぐため矢を収める筒を毛皮で折ったものである。武士はコロクから変化したエビラを愛用したが、 鎌倉時代末には、ヤカゴという勘弁な容器が使いれ、その後の戦闘に用いられた。なお、日本の弓の初見は、古事記にある。スサノがアマテラスと別れる時の弓薔振り立てて、との一文がそれである。なお、神社の儀式で用いる弓は、死を種塗りし、金物をつけ、弦は糸巻きとすることを本義としている。弓矢は、武器のたぎれや、 呪術の道具としても用いられた。朝廷では、巫女誕生の際、魔除けとして、名言の儀を行う。民間で男児の初正月に、浜弓という弓矢の模型を送り、また建築の上等式の時、矢を継がえた弓を屋上にあげるのも魔除けの意味である。さらに新年に弓を射る神事を行って、その年の吉祥を占い、穢れを払い、魔除けとする風習もある。日本においては、 石弓はすでに、弥生時代には中国から伝わっていたが、中国やヨーロッパと異なり、石弓、クロス棒の発達する機会がなく、実際に発達しなかったし、人気もなかった。古代の律令国家から、平安時代前期にかけて使われていたが、武士の登場する中世には、廃れて消滅した。中国での石弓の普及は、 高性能の複合探求に熟練した大陸の遊牧騎馬民と常に対峙したこと、平原での戦闘が多く、大規模戦闘が頻発したという事情によるが、日本ではその事情が全く当てはまらなかった。石弓、クロス棒の大きい威力と長い射程と高い、命中率は、弓の技量の低い農民などを大量に動員して、戦力化し、数で戦う、集団戦闘において役立つものだが、 中世日本では武士同士が戦う少数戦闘であり、全員が弓矢の鍛錬を行っており、石弓、クロス棒の必要性がなかった。また武士にとって石弓、クロス棒には汽車ができないという欠点があった。さらに石弓、クロス棒には連射ができない、和弓で12発、フン、石弓、クロス棒で1発、フンという弱点があり、中国では 練石弓という連発式の石弓が製作されているが、気候が複雑かつ威力に劣るため、当の中国でもあまり普及しなかった、平時の手入れが大変という問題もあった。日本では弓の長さを長大にして、素材に複合素材を用いることで威力を増す方向に進化したため、鉄砲が普及する戦国時代後期まで弓は廃れなかった。また、戦国時代には、 西洋より、クロス棒も伝来したが、鉄砲伝来と同時期であり、威力では鉄砲に、即射性では弓に劣るクロス棒は、中途半端であるとして普及しなかった。同様の理由で、石弓が復活することもなかった。また、日本では、弓は、兵士だけの武器ではなく、主要な武器として一貫して扱われ、名のある武将にとって鍛錬する必要の武芸の、側面もあった。これは、 優れた武将を何々の弓取りと呼ぶことにも現れている。戦国時代に鉄砲が主力兵器に踊り出た後も弓による、射芸は生き延び、弓道へと結実した。しかし弓道は、心身鍛錬の手段として、心構えだけが残り、実践的な武芸から離れてしまった。ただし現在のうな運動機器がない時代においては、筋力トレーニング的な効果もあった。 アイヌ民族をはじめとした北方少数民族では弓だけでなくクロス棒に類似した弓も狩猟に用いられた。アイヌ語ではアマっぽと呼ぶ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。